松本潤の愛の謎、平優奈と葵司さの SNS 写真が騒動の原因。ジャニーズファンと女優ファンの注目ポイント。ジャニーズファンと艶系女優ファンの間で新たな疑惑が嵐のメンバーである松本潤をめぐって湧き上がっています。最近、女優の平優奈と葵司さがそれぞれの SNS アカウントに投稿した花の写真が、 ファンたちの間で騒動を巻き起こしています。これは松本潤との関係を匂わせる兆候なのか、それとも単なる偶然の一致なのか今回はこの注目の出来事について掘り下げてみたいと思います。平イラユと平野紫仕様の交際疑惑。まず、女優の平イラユに焦点を当ててみましょう。 彼女は最近、自身のインスタグラムアカウントにキングプロテアと思われる花の写真を投稿しました。しかし、この投稿に対して、ジャニーズファンからは平野仕様との交際疑惑が再び浮上しました。一部の芸能ジャーナリストによれば、平イ奈は以前から平野仕様との関係を匂わせる行動をとってきたとされています。 例えば、同じスマホケースやブランケットを使用することが挙げられます。そして、今回の花の写真が、平野市洋が雑誌の撮影で持っていた花と告示しているとの指摘がなされました。コメント欄には、ジャニーズファンからの怒りや疑念が噴出し、炎上状態になっているようです。一部のファンは、 平優奈ユナの行動が匂わせに過ぎないと主張し、交際を望まない声も見受けられます。青いつかさのダリア写真が松本潤との関係を示唆一方、過去に嵐のメンバーである松本潤との交際がスクープされたことでも知られるツヤ系女優の青いつかさも注目を集めています。青いつかさはインスタグラムにて赤いダリアを花瓶に刺した写真をアップし、 その中に愛しさしかないというハッシュタグを添えました。この投稿に対して松本潤との関連性を指摘する声が広がっています。なぜなら松本潤の代表作であるテレビドラマ99.9刑事専門弁護士のプロデューサーが過去に公式ツイッターで松本潤をダリアに例えたことがあるからです。 それ以来、松本潤の誕生日にはダリアの花でお祝いするファンが現れ、松本イコールダリアというイメージが定着しています。したがって、青いつかさのこの投稿は、彼女と松本潤が今でも何らかの関係を持っている可能性を示唆しているとされています。松本潤の愛の行方。さて、ここで気になるのは、松本潤自身の愛の行方です。 現在、松本潤は女優の井上真央との結婚が噂されており、彼はどちらの女性を選ぶのでしょうかこれについてはまだ確定的な情報はありませんが、ファンたちは松本潤の選択に注目しています。女優の平良優奈と葵司つかさの SNS 投稿から読み解いたように、嵐の松本潤に関する疑惑や関連性はファンの間で話題になっています。 タイラユーナの花の写真が平野仕様との関係を匂わせるものなのか、青いつのダリア写真が松本潤との関連性を示唆しているのか、まだ明確な答えはありません。松本潤の愛の行方についても、井上真央との結婚が噂されている中、多くのファンが興味津々で見守っています。今後の展開に注目です。